皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回は頼朝と義経の対立が明確になったところまで説明しました。義経は頼朝に源平合戦の手柄を褒めてもらいたかったのに褒めてもらえず、その怒りから闇落ちをして、そして後白河法皇に泣きついた結果、なんと頼朝征伐令が出されてしまったと。それを受けて頼朝ブチギレて義経に対して軍を派遣するんですけど、その途中になんと義経が事故のために行方不明になってしまったんでしたね。でその義経がいなくなって立場が悪くなった後白河法皇は、今度は義経征伐令を出すって噂があって、その状況を利用して義経をあぶり出すために守護と地頭っていう役職を鎌倉幕府が任命する形で全国に配置する許可をもらいに行こうってことになり、その交渉役として任命されたのが北条政子の父親である北条時政なのであったということでした。ということで今回はその続きからです。北条時政のミッションは、実は守護と地頭の設置に関するものだけではなくて、頼朝からですね、その後京都に赴く前にいろいろと追加交渉案件をもらったんですね。それは何かというと、義経の追討令を後白河法皇からちゃんと出してもらうこと、まあ、これは守護と地頭の役職を設置するための大前提みたいなもんですね。あともう一つ、これも大きな議題になるんですけど、前に頼朝の追討令出した時に、その頼朝追討令に賛成した全ての公家を朝廷から追放すること、そしてその後任として鎌倉政権に好意的な公家にすげ替えること、これらの要求も頼朝から求められたんですね。もう徹底的ですよね、頼朝も。これあれですね、第一次大戦のきっかけとなるサラエボ事件後の、オーストリアからセルビアに出されたオーストリア最後通牒と同じ匂いがしますね。サライボ事件でオーストリアの皇位継承者がセルビア人に殺されて、それで怒ったオーストリアがセルビアに対して反オーストリア思想を持つ軍関係者、政府職員、そして教師などをリストアップして、許してほしければこいつらを辞めさせなさいっていうね、まあそういうのがありましたと。まあ、詳しく知りたい方は第一次大戦の動画を見てもらえばいいんですが、まあ、頼朝もやろうとしたのも一応こういうことであると。つまりほぼ朝廷を傀儡化させたかったわけですね。で時政ももう分かりましたと、かなり交渉の難易度アップしましたが、やることやりますと。そういう強い決意を持って時政は京都出張に対してやる気をギラギラとたぎらせていたんですけど、その一方でその時政の娘の政子はちょっと時政に対して怪訝な顔をしてるわけですよ。なんか久々に出てきましたね、北条政子。一応今回は北条政子のシリーズものではあるんですが、まあ、北条政子的には何が心配だったかというと、父親の時政が京都の女性にたぶらかされるのではないかっていう、その京都出張に対する東国武士らしい熱意は実は仕事が半分、浮ついた気持ちが半分なのではないかと、そういう怪しい匂いを女性特有のアンテナでピーンと感じ取っていたことでしょう。東男に京女っていうことわざがありますね。男は粋な江戸の男がよく、女はたおやかな京都の女が良いっていう江戸時代以降のことわざですけど、でもこの語源はこの鎌倉時代以前からある東国武士から来ているわけですよね。ちょっとつ盲信で何事にも豪快な東国武士と、おしとやかで女性らしい京の女がカップルとして理想ですねと、まあ、そういう言葉はあるように、京都の女性は鎌倉時代においてもブランドがあって非常に魅力的だったんですね。どうやら頼朝も京都の女性に憧れを抱いてたようで、それに対して政子はかなり腹立ってるんですね。まあ、政子の頼朝と結婚した時のエピソードを思い出してもらえば分かりますけど、まあ、政子は東国武士の娘ですからね、やっぱ許せないんですよ、そういうのが。この時代は一夫多妻制が当たり前で、しかも源氏の棟梁っていう身分からしたら、本妻とは別に愛人を持って子供を作るのは血統を絶やさないためにも合理的な判断であって、そういうのがある意味常識の時代であったんですけど、政子はそんな時代においても頼朝が他の女とイチャイチャしてるのをマジで許せなかったんですね。でそんなこともあって政子は京都の女性に対してそんなにいいイメージを持ってなかったわけですけど、そんな京都にこれから赴く時政、仮にも北条家のトップが京都の女性にたぶらかされると何が起こるかというと、その東国武士が持つエネルギーっていうのがどうも失われてしまうのではないかと。つまりかつて栄華を極めて、そして堕落していった平家のようになってしまうのではないかと、そういう危機感を頭の良い政子はおそらく持っていたのかもしれないですね。まあ、でも北条政子ってのはかなり執念深く嫉妬深い女性なの間違いなくて、それを象徴するようなエピソードはいろいろあるんですよね。まあ、今回割愛しますが、でこの政子の心配は果たして現実のものとなるのかっていうのはまた後日お話しするとして、時政はいよいよ京都に向けて出発するんですけど、その出発に際しても物事がスムーズに進むよう念入りに準備するのを怠らないんですね。つまりそれだけ難しい交渉だったということですけど、何をしたかというと、時政が出発する前に鎌倉御家人の土井実平を先に出発させます。
御家人とは何かというと、武家の棟梁と主従関係で結ばれた武士のことですね。この土井実平とは何者かというと、鎌倉の御家人ながら京都朝廷から今の岡山県と広島県あたりの支配権を与えられている人物で、名目上ですね、その自分の支配している地域の視察をしに行きましょうということで出発するんですよ。それも1000人の軍隊連れて。で、結局京都に着いたところでですね、あ、やっぱ視察やめたっつって、せっかくだから京都の治安維持でもするかっつって、軍隊そのまま京都に残るんですね。で、それで京都に問題がないのを確認してから、時政も1000人の軍隊を引き連れて出発します。つまりこの先発1000人を先に京都の様子を探らせた上で、時政も軍隊を引き連れて、軍が朝廷を取り囲む形でプレッシャーを与えながら交渉することに成功するわけですよ。こういう武力によるプレッシャーっていうのは歴史上至るところで起こりますよね。また世界史に挟むと、フランス革命でも憲法制定国民議会が成立した時に似てのことあったし、第2回のポーランド分割でもポーランド議会がロシア軍隊に囲まれてたしね、あと言ってしまえば今のウクライナ問題だってそうですからね。とりあえず強力な軍事力を見せつけることは交渉における普遍的なカードになるのは間違いないと。で、話を戻しますと、無事京都に入った時政はですね、早速朝廷に行って交渉を始めます。ただこの交渉においては実際に後白河法が出てくるわけではなくて、関東申し継ぎっていう鎌倉政権との窓口みたいな役職があって、そことの交渉になるんですね。で、その関東申し継ぎの役職にいた人物が吉田常房っていう人なんと、この人めっちゃ親頼朝なんですよ。というより、はっきり言えば頼朝の友人なんですよね。というのも、この人は政治的感覚が非常に優れていて、この情勢ではどこにつくべきかっていうね、そういう危機察知能力におそらく非常に長けた人で、なんで平家前線の時には平家にへこら、平家が没落したと思ったら手のひら返して源氏にへこらって感じで、そしてその中でも頼朝が主導権を握るや否や、頼朝に対して京都ではこんなことが起きとるんどすえってこうめっちゃ細かい情報まで教えてくれるような、そんな人物だったんですね。なので実は交渉するにあたってすでに裏工作はほぼできているようなもんなんですよ。で、いよいよ時政は京都に入ってから数日後には文治の勅許というですね、守護と地頭の全国への廃止と任免許可を朝廷から正式にもらうことに成功します。そんで次は、朝廷の人事に関するところですけど、これも朝廷を傀儡化させることに等しい行為なんで、普通に考えればかなりしんどい交渉なんですけど、なんとこれもですね成功します。吉田常房を含む新鎌倉派の公家10人を政務を取り行う儀装っていう役職に続々と任命させて、そしてその少し後にはこれまた新鎌倉派の九条兼実を摂政っていう朝廷の中でも超重要ポジションにすることに成功します。九条兼実という人物、平安末期を知るための一級資料である玉葉っていう日記をつけたことで有名な人物ですね。摂政っていうのは幼い天皇を補佐するポジションなんで、摂関政治と呼ばれる当時の京都朝廷においては政治の世界の文字通りトップなわけですね。この九条兼実という新頼朝派を摂政にするのはさすがの後白河法も嫌がったみたいで、というのもその前の摂政は藤原元道っていう後白河法とも仲良しの人物だったんですね。しかしこの人は残念ながら頼朝征伐に賛成したんですね。そんなやつが摂政とはけしからんってことで、頼朝は九条兼実との交代人事を依頼したわけですよ。で、これは最初の数ヶ月は抵抗されたんですけど、それでもやっぱ鎌倉側は軍隊で囲い込んでるからね、そのプレッシャーもあって交渉に当たった翌年には摂政のすげ替えまでも成功したわけなんですね。ということで、ネゴシエーター北条時政は結果を見れば大成功を収めたわけですね。で、彼はネゴシエーターっていう役割を持ちながら、頼朝からはこの出張に合わせて京都守護っていう役職を与えられていて、実は京都にいる間京都の警備や裁判なんかも取りこなしてたんですよ。なんで、普通にいろんな公務員的な仕事もしてたんですね。なんで、時政は結局4ヶ月近く京都にいたんですね。で、これらの仕事っぷりも実は京都の人間からかなり評価されていたみたいで、なんと後白河法にすらですね、時政すごく気に入られちゃうんですよ。お前の裁判いいな、フェアだなっつって、さすが東北武士、物事がはっきりと言うから聞いてて気持ちいいなっつって、京都人みたいに回りくどくねえなっつって、そんな感じなんで、京都民衆からは時政フィーバーが起こったのかどうかは、分かりませんけど、しかしここでどうもですね、よからぬ噂が鎌倉の方に聞こえてしまうんですね。時政はやるべき仕事は十二分にしっかりとこなしたが、しかし最近になってどうも京都の女にたぶらかされてるらしい。果たしてこの噂は本当なのか。それを受けて頼朝、そして政子は何を思ったのか。時政を、そして鎌倉を待ち受ける運命は、続きはまた次回お楽しみに。
チャンネルメンバー募集してます。チャンネルメンバーになると動画の先行視聴や動画テーマのアンケート投票ができたり、そして私がただグダグダと喋るおかれきレイディオの視聴ができます。こんなメリット盛りだくさんのチャンネルメンバーはなんと月額190円から参加できます。皆様のメンバー登録待ってるぜ。ではまた。